ウィンドブレーカー第4話衝突見ていきたいと思います。第3話でね、シシトーレンっていう、ま、隣の町っていうかなっつうか、うん、まあなんかそこのグループが出てきたね。でまあ暴風林は暴風林の方でまたこう新しい別のキャラクターが出てきたりだとかなんだけど、まあまずはね、その前回シシトーレンに絡まれてた中学生から、まあ、お話を聞いてっていうところから始まるんじゃねえのかなっていうのがあるんで楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。楽しみだね。はい、それでは、なんだっけこれ。アベマ TV で再生していきます。3、2、1。スタート。あれ？あれ？シシトウになっちゃった。あの人が海に潜んで喧嘩ダメって言われたからね。ご注射だ。あ、大丈夫なんだ。
ああ。お兄ちゃんだ。マジか。やべえな。頭取。え、頭取ってもう頭がやってきたっていうことでしょ。展開が早すぎるやろ。え、やばないか、だって。早いって。やばいやばいやばい。困ったな。どうしよう。思ったけど、梅宮の学ランだけあれなんだよな。長ランなんだよね、やっぱ。しかもなんか、塩ビ服を改造したかのような、なんかすっげえこう、裂けまくった、長ラン。まあでもトップだから、あそこぐらいまでやっていいよね。かっけえよな。そら、ついていきたくなるよな、あんなこと言われたら。いやーでも他のメンツの戦い方っていうかそこも早く見たいんだよな。おもろすぎるんだよな。でももう来るとは思ってなかったな。本編開始。目が死んでる。
やべえ、いっぱい来た。マジ？怖い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 。ええ。なんだ君は？なんで今のカットは？やべえよ、気狂ってるよ、こいつ。やべえよ。こいつ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 。あら、何かしらの関係性があるわね。
怖えなぁ。もう始まんのか、マジで。もう始まるじゃん。確定なんだ。かわいい。オムライス食いて。ガッ。ライス食いて。あ。なるほど。お、なんで違えのか。どっちだよ。施設か。怖え。謝って偉い。これで。怖え。出たんだろう。
ほう。かわいい。おるね。第4話衝突。早く見て。早く見て。はてなはてなはてな。はてなはてなはてな。あれ？ハテナハテナハテナのキャラクターっていたか？まだどれが誰かすらわかんないんだけど。ハテナハテナハテナ。いたか？あの名前のやつ。まあでも、まだ本当にどれが誰かマジでわかんないんだよな。どれが誰か分かってないから、はてなはてなはてなが誰のことなんかすらも分からん。ちょっと後で見直そうか。いやーすげえな。でもなんかまだその全部のメンツでやるわけじゃねえんだな。5人だけがまあ出てっていう感じで、同じ施設で育ってで妹みたいなもんっていうことね。はあ、そういうことか。そうね。言ってないよ言ってないじゃんそんなの。キャストのところからどれが誰かを判断する。全くわかんねえかな。なんて読むんだ。カジレンでいいのかな。どれ。カジレン。わかんねえ。いた。どれ。どれ。カジレン。チェンソーマンがおるやん。
チェンソーマンが俺、カジレンって誰だ。字が難しいんだよな。カジレンっていたか。わかんねえ。ちょっとあまりよろしくないけど、もうちょっとキャラクターの確認をしよう。わかんねえや。はてなはてなはて。どれだ。全員字が読めないんだよな。あれ、シシトーレンの方か。違うな。あれ、いないな。え、あ、誰いた？なんか登場したっけ。梅宮とヒイラギと一緒に、え、なんかそんな声がした瞬間ってあったっけ。誰か教えてくれ。どこのシーンだ。本編の何分何秒のところだ。全くわかんないんだけど。なんかあったっけな。え、誰？いた？それすら覚えてないんだけど。違うな。ここかな。なんか一瞬だけ映った18分。違うか。セリフもなくない？なんかあの昔のシシトーレンを思い出してたみたいな。あそこかなって思ったけど違うよな。え、カジレンって誰？いた？え、だって公式ホームページにも載ってないんだけど、キャラクターのところね。カジレンっていないよ。暴風林のところを開いても違うし、シシトーレンのところを開いても違うし、でもなんかあの場所的には多分暴風林の方なんだけど、誰いた？あー、電話したやつか。火事か。なんでハテナなんだ。電話したやつだな。電話したやつだ。思い出した。ちょっと待ってよ。どこだ。ここら辺から。いい。5分過ぎぐらいの電話かかってきて死んだ。火事だ。これだ。
シシトレンしか聞こえなかった。何にも分かんなかった。誰なんだろう、作者パターンとかあるしね。誰なんだろうな、わかんねえや。まあ、そのうち出んのかな。誰なんだろうか。あ、面白かった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ウィンドブレーカー第4話、衝突でした。ありがとうございました。なるほど。